聴覚センサー正常、空間反響音を感知、個体識別。私は 2B 夜吐き隊2号 B 型。侵略してきた異星人を倒すために作られた自動歩兵人形。自我の形成は正常、しかし記憶が混乱している。現在地不明、周囲の景色に見覚えはある。だがどこか違和感があった。なんだこの敵は。確か私は機械生命体と戦っていて。仕方ないですね。記憶が不正確になっている。この場所から離れなくては。敵を倒さなくては。赤錆にまみれた建造物。ここは工場廃墟と呼ばれる場所だ。だが現れる敵は見たこともないような不思議な形をしていた。いや、あれが敵だということすらはっきりとはわからない。行かなくては。再び記憶領域にノイズが走る。何か痛みのような、少し懐かしいような気持ちが私の奥深くに生まれていた。戦うことだけが私の存在意義。そう自分に言い聞かせながら、見ず知らずの命を奪っている。油断しないでくださいよ。
の杖ってば、やりすぎだよ。これで終わりか。敵が言葉をささやいている。この世界では願いが全てを変える。そんな無意味で甘美な妄想を。私には帰るべき場所がある。だから戦い続ける。選択の余地など存在しない。邪魔だ。